押し浜、さあ川野を飛び越してシュート、これはどうだ、決まりました、カットされます。佐藤がボールを奪いました。ヘラン前を向く、ヘラン前が空いている、切り返して右サイド、浮田、浮田左足シュート、そこから高井和真、左に預けるか、クロスがダイレクトに上がる、低いボール中央、右足、あ前を向いた、持ち出して池上、浮田健介大卒ルーキー、浮田のシュート、やっと田中パウロ純一、池上が少し遅れてサポートに行きます。そしてリターンのパスもらった田中パウロ、中には2枚、ファーから来た浮田健介、左足、ユースの監督だった永井秀樹監督のもと、最終ラインからシュートに行って決まった、足もこう触っていなくてもこの動きで味方にチャンスを作るという富樫、今ここまで戻っています。さあクロスは浮田のヘディング決まった、